にちは、ひものです。なんと今回ひものチャンネル初の企業案件をさせていただけることになりました。イエーイ。しかもひものの皆さんと一緒にゲームを遊べちゃうんです。ずっと昔からね、ニコニコで私ゲーム実況やってたので本当に感慨深いです。それもこれも全部今まで応援してくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ぜひぜひ最後まで動画を見て一緒に遊びましょう。今回やらせていただきます記念すべきゲーム、もうすでにね画像がいくつか出ていると思うんですけれども、ズバリブルーストーン2でございます。もちろんねギルドでみんなと一緒に遊べるのもめちゃめちゃ楽しみなんですけれども、ひもの的でね気になるのはね、ここね個性的なキャラクターたちが織りなす壮大で魅力的なシナリオということで、とにかく面白いストーリーフェチなので、みんなと一緒に面白い物語をね楽しめるっちゅうのがもう楽しみでならんですよ。早速チュートリアルを始めていきたいと思います。何気にスマホのゲームの実況するのは初めてですね、ひものチャンネルで。サーバーをまずは選択いたします。じゃあ私はなんかミッドガルドにしましょうか。開始。あー楽しみー。お、なの、なんかオープニングみたいなのが始まったよ。すごいアニメーション、どこかわからない出現。なんだ。めっちゃ動く。というかこのまま確かに間違いなく投資しちまう。雪山にいるような装備じゃないもん。待ってフルボイス。なんだ。かわいい。なにペンギンが飛んできた。抱きしめたい。ということで早速チュートリアルが始まりました。ワーニング。おおおお。こいつ思ったより強いな。マジか。こんな見た目して、こんな可愛い見た目して、アグレッシブな攻撃。敵をタップして攻撃してください。効果。おお。効果。あ、はい、楽しい。おら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 。あ、できた。死んじゃった。ちょっとかわいそう。君は一体どうし、なんで倒れてるんだ。あら、セクシーな女の人が出てきた。なんだあれ。あれなんか狼に乗ってるよ。何選択肢もあるの。どうしよう。犬の毛アレルギーがあるもんね。そうね、寒いと思っててやってたくしゃみは実はアレルギーでした。俺怒られた。ごめんね。どこに、あ、どっか行っちゃってよ。ごめん。これ選択肢によってなんか変わったりするのかな。すごいな、チュートリアルからこんな。うん、あ、勝った、ビクトリー。どこかわからない雪原、チュートリアル最初のステージ1をクリアいたしました。ボスモンスターっぽくない？強烈な一発、どうやってやればいいの？強力なスキル攻撃を使ってください。ここをタップするのね。オッケー、稲妻斬り。あれ、あ、結構ギリギリだった。結構強かったよ。大丈夫？お前寒い上に怪我もして瀕死じゃないか。ただの鉄の、この確かに、まさか俺って思い出した。冬になると静電気が。ここはちょっと中二病的選択肢でいこうぜ。記憶を失い悪と戦ったが実は自分が魔王だったとか。いいね、そういうストーリー、ストーリー大好物だよ。実は自分が魔王だったっていう展開か。あ、なんか出てきた。なんかそうっぽくない？誰だ。すごい声がめっちゃみんないいよ。はいはい、それではステージ3をやっていきたいと思います。ストーリーが気に、おお、なんかそれっぽいの出てきた。目に傷入っとる。しかもなんか殺意満々なんですけれども、こりゃ話し合いで解決するような、なんかさ雰囲気似てるよね。髪型も似てるし、色違い的な。誰なんだろう。うお、ごめんね、ごめんね、ちょっと痛そう。え、待って、ちょっと。すごいアニメーションもある。かっちょいい。知らなかったか。どこへ行こうと無念の残らない世界。超ネガティブ思考だこの人。待てよ、お前今のその言葉。ここはちょっとキザにキザで対抗してみる。なかなかキザだな。あ、いいねいいね、こんな感じ。ちょっと軽く受け流そうぜ。
その言葉。あ、いいね、こういうやりとり好きよ、私。こういうやりとり好きよ、こういうなんか、キザキザ同士の。紫ずくめ。紫ずくめ役さん。誰だ？どこにいる？どこって、あんたの頭の上よ。すごい、どんどん登場人物が出てくる。あ、絶体絶命のピンチに。誰が、え、なんか飛行船、すごい。疲労したメンバーを元気いっぱいのメンバーとチェンジしてください。効果。ああ、かわいい。おら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 。よいしょ。なんかアニメを動かしてるような不思議な気分だ。すごいアニメーションが入るから。ああ、ボイスシュートされた。ありがとう。助けてくれたよ。よし、じゃあこの子で次は戦うぞ。すごいすごい、なんかクマ耳っぽい女の子。わ、こやつどんだけ HP あるんやん。援護射撃に回るよ。爆撃手の援護射撃を使ってください。ここをクリックか。よいしょ、真面目な援護射撃。おお、強い。こんだけ撃たれても死なんとは。すごくない？カットインとかも全部アニメーションなんだけど。勝った？よっしゃー、出たメトロンハンター。じゃあこの人はメトロンハンターじゃないんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。俺について。俺はお前の未来。なんかそんな感じしたいよ。なんかドイツ人物っぽい感じしたんだよね。違う、だから、え、どうなんだろう。やばい、ストーリー超気になるんだけど。今はそうやって笑っている。ああ、なんか主人公のなんかこういう闇落ちの姿みたいな大好物なんだけれども、あ、さっきね、そう、撃っちゃったから気絶みたいになってたよね。そうなんだよ、そうなんだよ、瀕死なんだよ。助けてくれ、寒いし。何言ってるんだ。俺はそんなから元気言っちゃって倒れちゃうよ。あ、クリアした。ということで、どうやらチュートリアルが終わったみたいです。ちょっとどうなんのよ、こっから。あのキザな、目に傷が入ったら中二病的なかっこいい男の人は一体誰なのよ。一体主人公は誰なのか、あの男は誰なのか、メトロンハンターは何なのか、ミッドガルドは何なのか、それをこれから、探す旅に出たいと思います。ということで、せっかくなのでゲームを少し進めてみました。今現在のレベルはね、6ということで、ちょっとね、ここまでやってきたこのゲームの感想をね、すぐにでもお伝えしたいんですけれども、まずは今回の動画の目的であるヒモナーさんたちとね、一緒に遊ぶためのギルドをね、作っていきたいと思います。あ、来た来た、ハンターギルドということで。お、オードリーさん、かわいい。さあ、ギルドを作っていきましょう。もうね、名前は決めてあるんですよ、ギルドの名前。乾物屋ということで。この異国情緒あふれるハイファンタジーの世界で、乾物屋って。できた。ちょっとなんか、顔文字がバグっちゃったけどいいや。ではではでは、ギルドを設立したいと思います。よいしょ。ちょっとね、ギルドの設立にはお金が必要なので、はぁ、できました。やったー、これで私はギルドマスターということで、うわぁ、ネットゲーム結構やったことあって、ギルドに入ってたことって結構あるんですけど、こう自分でギルドを作る、ギルドマスターになるっていうのは初めてなんですよ。このゲームはね、初心者でも頑張ればギルド運営簡単にできるよとのことなので、皆さんと一緒にギルドを盛り上げていけたらいいなと思います。せっかくなので、この寄付っていうのをしてみましょうか。じゃあ、1万ルピーぐらいちょっと寄付してみます。1万ルピーを寄付しました。あ、なんかもらいました。貢献度というものをいただけました。ちょっとこういうのでね、だんだんギルドを大きくしていけるんじゃないでしょうか、ないでしょうか。最後にね、このゲームここまでやってきた感想をちょっと簡単にお伝えしたいなと思います。まずね、1つ目、すごいところ、本当にとにかくよく動く。例えばこのプラットフォームっていうところからクエストに行けるんですけど、こんな感じでもうね、みんなこう生き生きと動いていて、ある意味ね、ちょっと私と同じ原理で動いていると言いますか、すごいね、親近感湧きますよねっていう。それにね、なんといってもアニメーション。チュートリアル後のこういろんな施設紹介とかでも、もうね、これでもかというほどアニメーションが挟まれて、アニメ RPG なんて呼ばれ方もしているらしいんですけど、
すごい納得ですよね。もうアニメーション好きにはぴったりのゲームなんじゃないでしょうか。あとバトルね、探検ができるんですよ。こっからこんな感じでね、探検をすればするほど施設がどん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 開放されていって、ゲームのやり込み要素が増えていくっていう感じなんですけど、結構難しいと言いますか、気を抜くと格下の相手にもすぐにやられてしまうんですよ。こんな感じでね、基本は連打をして下のゲージをまず貯めます。下のゲージを貯めるとフィーバーっていうのになるので、手を離しても連打の状態が続きます。ただ HP がどんどん減っていくので、こんな感じでね、すぐに回復してあげないと本当に簡単にね死んでしまうので、私序盤に主人公を3回ぐらい死なせるっていう。でこういうボスが出てきた時に主人公とかの必殺技を使うと、あと後方支援みたいな技もあって、こういうね奥にいる子が使える技みたいなのもあって、スキルをうまく使い分けてやらないと本当にあっという間にやられてしまうので、基本的にバトルはシンプルなんですけど、やりごたえがあります。あとはストーリーね、どうやらなんか主人公を雪山で何かをやらかしたらしく、そのせいでこのね一部の人たちから何やら疎まれているらしいみたいな、一体お前は何をやらかしたんだっていう、こう主人公のね過去について知っているようなキャラもいて、今一緒に戦っているチルチルっていうね可愛い女の子がいるんですけど、この子がどうやらね主人公の過去を知ってそうな素振りを見せていて、だから基本的にこうサクサクっとバトルを進めることもできるんですけれども、ストーリーというタブからどん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 新しいストーリーを進めていくこともできると。とにかくてもテティプやテロリスト、テロリストってめっちゃぶっさやけど、韓国生活お主無所に入っとったんか、めちゃめちゃ燃えてる、やばいね、松岡修造みたいな。お、あ、似てるの女の子、あ、ね待って、葵ちゃんみたい、前髪パッツンでポニーテールだ。あー、まだまだ開放していない施設とかもたくさんあるので、これから少しずつやっていけたらいいなと思っております。ぜひぜひね、概要欄からこのゲームインストールして乾物屋に申請をしていただけたら嬉しいなと思います。次回ね、なんと生放送でこのゲームを皆さんと一緒にやりたいなと思っております。日にちはねまた決まりましたら YouTube のねコミュニティと、あとは Twitter でお知らせしたいと思いますので、ぜひ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 楽しみにしていてください。実はね今結構ねこのマンダと呼ばれる宝石が結構溜まっているので、ちょっとこれでね最初ガチャを回してみたいなと思っております。ちょっとねもったいぶって今まで一回もまだガチャを回していないので、ちょっとみんなと一緒にあのガチャを回していけたらいいなと思っております。では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 、ここまでご視聴いただきありがとうございました。乾物干物でした。